さんこんにちは。東海大学の関根義香と申します。今回はニンニク臭の特徴と対処法についてお話しいたします。ニンニク臭の原因はニンニクを細かく切った時に生じるアリシンという物質で、これが体の中に入りますとさらに分解されてジアリルジスリヒドやアリルメチルスリヒドという匂い成分を作り出します。口臭には食後すぐに現れますけども、体の表面からはじわじわと出続け24時間以上残ることがあります。汗などと違い血液から匂いが発生しているため、お風呂に入っても落ちないんです。ちなみにカレーなどの香りの強いスパイスの匂いも同様に体臭にも影響が出てしまうんですね。ニンニク臭は食べ物で対処できます。一つは牛乳です。牛乳に含まれるタンパク質がニンニクの匂い成分を吸着し、体への吸収を抑えてくれます。ニンニクを食べる前でも後でも大丈夫ですよ。他には抗酸化作用のあるポリフェノールを豊富に含んだ食品が挙げられます。例えばリンゴやリンゴジュースなどもニンニク臭を軽減してくれます。ニンニクは栄養豊富で香味野菜として使うことも多いと思います。食べ過ぎてしまった場合には先ほどご紹介した対策をとってみてください。I can't slow down, shut up.